里崎チャンネルプロスミです。よろしくお願いします。今日は仲良くやる動画じゃ一切ないです、はい、そうです。戦いです。戦いです、はい、負けられない戦いがあるというところで、はい、ちなみにこの動画から今里崎チャンネルでご視聴されていると思いますけども、この動画から里崎クレイさん、里崎クレイさんって4つの動画で完結です。はい、で何やるかと言いますと、はい、アニバーサリーのガチャを400連回してどっちが多くアニバーサリーの選手を取れるか対決。いや、これすごい企画ですよ。はい、しかもですね、はい、ただやるだけではつまんない、はい、負けた方は400連分お支払いするっていう。これすごいですよ。本当に13万円です。額面でいうと1万エナジー分です。それをでも引いたらタダです。すごくないですか。すごい企画ですよ。本当にあの前回あのミルダムでご一緒させていただいた時に、はいはいはい、実はこんな話をいただいて、はいはいはい、でもテンション上がりまくっちゃって、はい、でもやっぱ実況者としてずっとガチャ引いてる身として、はい、やっぱ持ってると言い続けてきてるんで、これは負けられない。持ってんすか。一応そういう売りをさせてもらってるんで。僕も持ってるんですけど。それは確かに、それはそれ言われたらちょっと勝てないかもしれないですけど。だから一応ですね、60連目までは2人とも終わってます、はい、そうですね、はい、だから確率は同じです。はい、そこからスタートっていう感じなんで、はいはい、ちなみに僕まあプロスピ始めて半年なんですけど、はい、ガチャで調子くん絶好調がもう3回出てます、はい、なるほど。そんな、しかもそんなやらないじゃないですか。そうですね、引いてる量で言ったら確かに、はい、半分以下ですよ。以下かもしれないですね、はい、基本的には確定以上回さないですよ。いつも回したとしても、はい、それでも3回出てるんですよ絶好調。僕も多分トータルであんだけ引いて3回ぐらいかもしれないですあれ見れないんですか本当に、はい、でしかも今回からまた新エースとかも追加になってるんで、あ、まあ、この多分めちゃめちゃ400連をお互い回すの合計で800連になるんで、はい、まあ、その中で何回演出見れるかっていうところもちょっと注目かなと。そうですね。あれどうします。はい、かぶりはカウントします。ノーカウントですか。かぶりノーカウントでも面白いですかね。あ、じゃあかぶりノーカウントにします。わかりました。じゃあもう今からですね。はい、だから今まで持ってるやつとかもあるんで、それは全部なしにして、はい、動画の中で被る、動画の中でかぶったやつは、はい、ノーカウント。わかりました。うわ、きついなー。俺結構きついっすよ僕しかもかぶりがちなんだよ、やっぱり動画見ていただいたら分かると思う。かぶりがちですよね。かぶりの王なんだよ、本当に。じゃあこれあれですね、数は多いけど、かぶってるから負けありますね。大げさと400連で10個来ましたと、はい、でも5個かぶりだったら5個すもんね。そうですね。僕今現時点で持ってるアニバのエスランクが、うん、アリエル、アリエル、森下、森下、浅村、宮崎なんですよ。だからもうすでに2人かぶってるっていう。僕なんて、はい、まあ、3体しか持ってないんですけど、はい、有原、村上、有原使ってちょ、いい勝負かもしれないですね、これね。はい、まずはじゃあ、里崎チャンネルで100連をやって、はい、だから100連ずつ、100連、100連、100連で、最後はクレイさんの動画で最終回です。はい、はい、これどうします。同時に引きます。同時の方がいいですかね。はい、じゃあ僕も7回目以降なんで、それはもう一緒なんですね。はい、一緒です。はい、じゃあ行きますか。1回目です。はい、せーの、はい、はい、同時に引く感じ、ワクワクしますね。あ、両方とも何もどうもいいです。行きましょう。お、あ、金じゃないですか。終わりますよ。ああ、一緒です。ここまで。ドキドキするっすね。これめっちゃワクワクしますね。ほとんど一緒に飛んでる。同じ。飛んでる。何もなし。あ、お、ああ、 A 関係ないですから。 A 関係ないですね、今回。いやー、お、最後、おお、今 A の狙いとかっているんですか。 A は僕は線が、はい、だから鈴木誠也も欲しいんですよ。ああ、はいはいはい、はい、あ、じゃあ今のよかった。はい、あとまあ有原とか、はいはいはい、あと村上、だからこのアニマの人欲しいですね、はいはい、基本的には 30% ですね、うん、じゃあ2回目。2回目、うん、出ないですね。全然出へんの。お、お、赤、あー、来ました。いきなり。よしよしよし。でも僕も分かんないですからね。まだ分かんない、まだ分かんない、まだ分かんない、こっからこっから完璧完璧完璧。でも分かんないですからね。まだそうですね。アニバじゃないかもしれないですね。
コミもせえへんし。まあ、ちゃんと出ましょうか、S。おぉ。で、こうなるな。あっ、うわぁ。いいじゃないですか、シーズン2、シーズン2。まあまあまあ、シリーズ2はよしです。うわぁ、50% 外したぁ。これは脳幹ってことですもんね。そうそうそう、アニマじゃないから。アニマだけさ、いやぁ、持ってますね。持ってますよね、これね、ある意味。つらぁ。面白い。あ、これあれ、でもあれですもんね、自治医も変えといた方が、もしかしたら自治医に来るかもわかんないですからね。ちょっと変えましょう。変えとこう、俺も忘れてた。今現段階で一番こう狙いの選手っていうのは2番の大事なんで、浅村ですね。浅村さん、あ、もうあの有原と村上ゲットしたんで、はいはい、たセカンドがまだあの、うん、ジャパンの殿崎なんで、はいはいはい、ちょっとスピーツがやっぱりセカンド欲しいですね。僕は村上選手が今やっぱ一番欲しいんで、ヤクルトでいきます。じゃあ3回目ですね。はい、あ、お、突き出てますね。おーい、ほら、超時間絶好調、ほら来た。絶好調来るんですよ。来ますね、うん、あれ、これも浅村来るんちゃう。ちょ、やばい。絶好調ついてます。この間、あの里崎くん絶好調めっちゃ笑いました、ね、サムネ。さあ、バット当たってちょうだいよ、当たってちょうだいよ、当たれ。あー、ミスじゃないですね。まだでも、あるんですよね。あー、まあ、NS ですね。さあ、まあ、さあ、さあ、どうなの、どうなの。おー、おー、びっくりした。来い。おー、知らす。最後か、来い。おっ、うわまる。まあまあまあ、そうっすね。だ、一応、この動画の中で被ってないから、これは感動ってことですね。そうそうそう、はい、う、実際は、被ってます。はい、やっぱ持ってますね、それも。もう一枚ってパターン、うん、最後。ああ、ああ、いいですね。エールキめっちゃいいですね。実質アニバーサーですね。イエーイ。ってことで、じゃあ今一人一ポイント。うわあ。やっぱ絶好、絶好調ついてるんで。絶好調でかいですね。半年で4回ですから。引けないですよ、なかなか。これ4回目ですね。4回目ですね。はい、やりましょう。いや、ちょっとそろそろ僕もアニバー行きたいですね。こう突き。ああ、惜しい。どっちも飛ばないっていう。どっちも飛ばないっていう。おお、惜しい。めっちゃ入れますね、ロドリゲス。あ、なるほど、渋いな。5回目ですか。はい、いや、引きたいよ。調子くんレッツゴー。いいっすね、そこの分めっちゃいいっすね。ブルー、あ、もう一回。ああ、新演出はまだ見てないですか。あ、見ました、フロンティーやつと最初のフラッシュは見てるやつは。はい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 。でもここのやつは最後のやつとバットに当たったやつは見ました。あ、じゃあこの1本目はあと半分ですね。あと半分ですね、はい、60秒目。いや、ちょっと見せ場を作りたい。おっ、来ました、来ました、来ました。絶好調来ました、絶好調来た。よし、レッツゴー来てるよ、あれ。あー、どうぞ。おっ、ワンチャンが2枚で、うん、飛びもしない、こっちは。こっちは飛びもしない。ああ、そうですか。まあまあまあ、あれじゃないですか、また普通じゃないですか。これで通常だったら泣く。うっ、いやー、よかったですよ、シリーズ2、シリーズ2。まあまあ、懐かしい。シリーズ2、ディクソン、使います。まあまあ、使いますけどね、多分。じゃあもう一枚。
でも今日の企画これじゃないんよな。なんでこんなに弾けないんだろう。 50% きつい。コナミさん、なんとかしてください。マジで今の来る流れでしたけどね。今のいい流れでしたよね、まあ、絶好調で。さすが絶好調っすね。50% 外す方が絶好調だったっすよ。ちょっと今じゃあ次が7回目。はい、お、別に強いくる。あ、でも金一緒っすね。金、はい、買ってほしい。お、こい。ああ、渋い。なーにっこり。渋い。これ同時に S ランクエース出たらめちゃめちゃ熱いですね。いや熱いっすね。それどっかでも急に何もなく来る時ありますね。ありますあります。聖夜いいですね。次は8回目ですね。8回目でも S はプレイさんの方がいいと思いますもんね、はい、今枚数的にはそうですね。50% が。あ、ごめん、引いちゃいました。はい、はい、これが8回目。でも何もなくても急に来る時ありますよね、はい、全然あります。そういう時びっくりしすぎてリアクション薄いですもん。そうですね。演出ないとこから来ると本当に心臓止まりそうになるんで、うん、渋いなぁ。でもなんか渋くてもまだ一人じゃないからなんかいいっすね。音一緒に弾いてるとまだ気持ちがこう、おお。サンチェス、サンチェスやたらいるな俺。太田健吾選手めっちゃ出るんですよ。マジで。なんでか分かんないですけど、やたら出るんですよ。9回目。でもこれちょっと、残り20、このままお互い何もなく終わったら。出てますよ、月が。お、レッツゴー。もう1回ぐらいちょっと見せ場ないと。うん、お、ああ、一緒に止まるっていう。三振しか出へんな、ほんま。打率が低いからな。お、飛べへんし、しかも。おー、来た、来ました。あります、これは。 50%、そろそろさすがに。はい、なんでもう。信じよう、信じよう。もう過去ですよ、それ。もうだいぶ。いや、まあ、高山さん嬉しいですけどね。嬉しいけど、ちょっと違うな、今日。いやあ、信じよう。もう3枚ですか。3枚 S ですけどね。逆になんでこんなに弾けないんだろう。じゃあ第1クォーターの最後ーーラス ト, ラスト、はい、いやこれで100連だもんな。お、突き出てるよ。もう一回。ああ、絶好調1回しか出てないんですから。もう1個だけっすよ。そうですね。渋い。もっと S 出てもいいはず。 S100 連でいうと2枚は欲しいラインですね、うん、最低でも。さあ、ということで、はい、第1クォーターの100連終わりましたけど、はい、プレゼンさすがっすね。3枚も S 引いて。喜べないんですよね、今日に関しては、ね、ちょっと熱いっすよ、3回なかなかないっすよ。まあ、演出はちょっと見どころはまあ作れたんでよかったかなと思うんですけど、僕なんて1個っすよ。まあ、でも50%ここで引くあたりがやっぱさすがですね。で、第1クォーターは1対0っすね、はい、1対0で今、佐々木さんがリードということで、3点ね、ホームランは3本打ってるんですけど、得点が0点っていう。すごい矛盾が起きてますよね。すごい矛盾が、まあまあしゃあないですね、こういうルールなんで、はい、じゃあ次、はい、第2クォーターはクレイさんの動画へぜひ見てください。よろしくお願いします。